じゃあ撮るよ。おはようございます。9時42分です。たら必ずインスタ TikTok チェックします。なんでかというとよくわからないからです。あんちゃんから LINE が来てた。おはよう。はい、ということでですね、顔を今から洗います。これは昨日のなんか TikTok ETM で撮ったやつ。片付けてなかった。やっぱりいいや。もう一つに、あ、今日さ、あれやれば模様替え。ああ、いいね。なんだっけ、黒。では自分の部屋行きます。それではやっぱ自分の部屋はやめて、朝と夜やってることを今からやります。こちらです。マジックバブルスースパック、これめちゃめちゃいいんですよ、本当に。待って、最悪、めちゃめちゃ多すぎた。あのプッシュもったいな。こういうの意外ともったいぶる人だよね。OK。 で、残ったら手に入れます。こうするとだんだん、あ、やばい、待って、二重幅がなんかおかしいよ。やった、今日一日の顔終わった。まあ別にいつも成功するし、あの、でもオーディションの日だけはちょっと顔の調子良かった。その日が、ね、人生で一番良かった。あ、シワシワしてきた。でもこれは効果ある。なんかね、目の幅がきしょい。あ、やばい、ダメ、そういうこと言ったら。はい、OK。したらこうやってるよ。こうやって音がするの、すごい。いや、わあ、え。で、何するんだっけ。なんかね、朝ってのは頭が働かないもの。ジブリを聞くと落ち着く朝です。ももは今日珍しく朝からジブリを見ております。なんだっけ、おばあさんに本当にならないって心配してました。なりませんよ。イボーゴに置いてある。イボーゴとかがさ、いろいろさ、住んでるさ、あれあんじゃん、温泉の場所。あの中入ってみたい、ね、前旅行行った時にさ、似てるのあったあったあった。あれなんだよ。え、台湾にある、本当の。え、全く同じの。行きたい。全く同じってか、舞台になった場所。うん、なんか目治ってるよ、そういうのは。すごい。そうだ、昨日さ、こういうのが好きなんだよ、なんかさ、この世界にない、怖いの。わかる。ジブリいいよね。ママが一番好きなのは魔女の宅急便。こうやって空飛んでみたい。え、何？ゴミやろ。2年生の頃に書いた日記だ。やばい、下がない疑惑なんだけど。あれ？待って、どうに、待って、待って、どうにかって、どうにかしよう。ついた？何やるの？学校の子。そう。何もさ。私が。これ鳴っちゃったじゃん。撮ってました。撮ってました。本当にお利口なんだけど今日ね、難しいよね。パウルってさ、あれだよ、キムタクだよ。そう。知ってんの。お、いい感じ。溶かしすぎパターンだ。ほら、溶かしすぎじゃないって言われた。違うよ、溶かしすぎバターじゃないって言ったの。ちょっとよくわかんない。ちょっとこの人、よくわかんない人ですね。ママはね、おにぎりの形の天才なの。でもそっち今向けないんだ。すごい、すごい、すっげえ。それでさ、今お前さ、これ持ってったらさ、遠足でね、コンビニのおにぎりだと思われるから嫌だって言ったの。あ、そうだよ、形が綺麗すぎて。なんだっけ、あとさ、あの、それになんか、いつもさ、100均でさ、あの、コンビニみたいにこうやってさ、むくやつ買ったじゃん。そう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 。それで、これコンビニで買ったと思われるから嫌だなって。そうそうそう。
そうそう。ということでご飯いただきます。モデル、まずは朝と言ったらムキチ。よキムチ好き。うん、ちょっと卵系がないのと鮭とか焼けばよかったけど、もやしメインだよこれ完全に。 YouTube の見たりレゲーを紹介してたってやつで、のんのんちゃんが岩のことを見て、岩桃ちゃんを見て、岩桃ちゃんで見てたわけ。なんか夢だからさ、岩はどっから見てるか分かんなかったわけ。で、のんのんちゃんがこっち見せてたら、あ、ちょっと岩桃ちゃんのやつ一回消していいですかって言って消してて、あ、あ、そうだねって、なんか畑の誰かが言ってたの。あ、見てると思われたくない。そうそう、いや、分かんないけど、なんかちょっと、すいません、ちょっとここだけ消していいですか言って、消しててってなった。よくすぎる、それ。ちょっと消してて。ごちそうさまでした。どうしよう。ということで、ご飯食べる前に私クッキー作ったんで、今冷やしてたんで、出して、切って、食って、生きてた。あ、出して、食った。出して、焼いて、食って。出す役は普通なんだけど、クッてだけさ、ノリはいいけど、言葉遣い可愛い乙女です。はい、ゆあがクッキー作りを始めました。はい、あの、切り板です。食べる。なんで布団の方行っちゃったんですかね。今クッキー終わって17分後に焼けるんですけど、その間にはじめ社長さんの畑を見ます。うおー、え、1個食べていい？チーム持って食べて。ピント作りどうですか？失敗。 TikTok アップします。じゃ、ママちょっとタグを検索するので。どうしよう、それなんてやつ。やばい、ロナウド、ロナウド。アップした。こっちは。そんなことありえる？私の部屋です。今化粧水を塗っていたメソが呼び出されたので行きます。はい、ということで今ですね、毎日、まあ、学校が今なくてお家にいる毎日なんですけど、気づけばですね、部屋も汚くなってました。あの、まず皆様に言っておきたいんですけども、ゴミはね、あのね、これで一回片付けた時にゴミこの中に入れたから、あ、オッケー、ありがとう。もう、うわ、最悪、ゴミがここに散らばってる。とかはね、大体まあズボラなんで、片付けをやめてティントを作っていきます。片付けが来た。ゆわ今いなくなったんだし。今 TikTok で、あの、メイクがめんどくさいときは TikTok でそれを撮るとなんか、ああ、早く終わるよね。そうで、もう片付けもね、ママがね、やってくれて机も綺麗だったので、今度ね、机の中身をやるかって。そうだね、後でそれを撮んなくちゃ。こんにちは。ちょっとママはやっとお化粧が終わりそう。今頑張ってたもん。そう、あの、ずっと部屋の片付けいっぱいしてた。そう、今ももちゃんとお菓子タイム。お菓子タイム。でもくんさ、これ歌舞伎揚げ。うん。歌舞伎揚げだって。今日は朝から、はい、今日は朝からいろいろな撮影をしております。はい、忙しいですね。ね、ちょっと編集する時間がなさそうです。でもその代わりインスタライブ、YouTube ライブ、なんかライブ配信やるので見てください。1時間ですか？分かんないです。待って、もうちょい1人バージョンがなかったから、もうちょい1人でちょっと前で、うん。You, you, you.
わかりません。こんにちは、ゆうです。そして、あ、待って待って。はい、ということで、じゃあ、待って。もう先生、ジムの先生から。なんで？こんにちは、ゆうチャンネルです。ということで、今日はですね、最近、やっぱ、ずっとしばらく家にいることで、運動不足になってしまったので、家でもできる予約式の、今日は、ジムを通いたいと思います。もも先生です、どうぞ。こんにちは。さあ、YouTube。細先生。はい。じゃあ、挨拶お願いします。こんにちは。運動不足、この、運動不足ももです。よろしく。先生、二王子です。あ、もう朝なんですね。君とのラブソング。ということで、ご飯いただきます。早っ。かわいい。ということで、今あんちゃんとテレビ電話をして、ドライヤーとか、お風呂上がりとか宿題中もテレビ電話をしています。イエーイイエーイ。まあ今は会えないんでテレビ電話ですね。ですね。今お風呂上がって、今からドライヤーをする予定でございます。はい、ということで、バイバイ。愛は押せ。はい、今からドライヤーをします。もうすぐ寝る時間なんでね、暗い部屋でやるのが好きなので暗い部屋でやります。最悪撮る携帯をいじる。あ、畑さん見ます。一日の一番楽しみ。ね、200万人いった。こちらのいい匂いになるサラサラのやつと、こっちのサラサラになるやつ。忘れてたんだよな、これ。本当にもうこんなちょっとなっちゃった。ぬるってする。いい匂い。なんかマシュマロのもうちょっとおしゃれ版みたいな感じの匂いがする。やばい、いい匂いすぎ。ダメだ、ダメだ。You are excited. Go. はい、ということで、この後みんなで寝ました。今回はですね、すごく盛りだくさんなルーティンになりました。毎日やっぱり朝から晩まで家にずっといるということで、まあ、退屈するどころか、我が家は毎日やることに追われていっぱいいっぱいで、あ、今日もあれできなかったくらいの感じでね、毎日今のところ過ごしております。皆さんもね、もしやることないな、何したらいいと思ったらね、ぜひ気軽に私のインスタグラムやゆわのインスタグラムに DM など送ってみてください。今回は長い動画でしたが、ここまで見てくれた方本当にありがとうございました。